どうもみなさん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん、夏がやってきたかな。夏の曲いきます。君がくれた夏、イエイエレオさんのあの曲。このちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル超簡単バージョン。後半はこれ16ビートの曲なんですよ。ゆったりした16ビートでこう滑稽快に歌うかっこいいバージョン。2バージョン最後までご覧になってください。さあ季節、今の時期歌いたい曲、大好きな曲、いつでもね心で流れてるそういう音楽ね、カラオケ歌った CD 聴くのもいいんですけども、自分で楽器を弾きながら歌う弾き語り、これ本当に気持ちがいいんで、ぜひ皆さん体験していただきたいと思うんですけどね。そうは言ってもね、私は楽器は苦手なんです、聴くのは好きだけどやるのは無理という、そこのあなた、このウクレレさん助けてくれます。これね本当にね、音楽を奏でるって、ね、素敵なんですよ。ぜひ始めてください。もう上手い下手じゃないですから、やるかやらないかですよやっぱり。うん、これ4本しかないんですね、ウクレレって。でまあ押さえるのが簡単というのと、ちっちゃいんでいつでもどこでもこう持っていけるとか連れていける相棒になってくれると思います。で今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、どんどん音楽がウクレレでできるようになりますよ。楽しいですよ、ぜひ始めてください。もうちょっとしたらこの辺にリンクを貼るんですけど、初心者レッスンはここというところに、そのジャンプしていただいて、数字の1から動画を見ながら、YouTube 動画を見ながらこう一緒に触ってるだけで、すぐできちゃいます。これは本当に素晴らしいんですよ。で YouTube ですから、いつでもどこでもお持ちのスマホでも見られるしね、パソコンでももちろん見られます。しかも YouTube は無料ですから、お気軽に音楽スタートしましょう。はい、じゃあリンク貼りますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい、クリック。行ってらっしゃい。そこにはありとあらゆるジャンルの音楽がウクレレで簡単にできるようにしたガズレレ流オリジナル簡単ウクレレレッスン動画がもう700曲ぐらい上がってるんですよ。すごいですよね、700曲です。はい。で、最新 J-POP、定番の J-POP、昭和の夏メロ、演歌、洋楽もたっぷりあって、ハワイアンもあって、アニメソング、映画でもう本当にいろいろあるんで探してもらいたいんですけど、先ほどのリンクのところの下の方に行くと、検索できたらジャンルボックスから探せたりするようになってますので、ぜひ、いろんな曲にどんどん音楽やりましょう。じゃあ早速行きましょう。リレオさん、君がくれた夏、ガズレレ流簡単バージョンの方からやってみます。溢れ
れそうな想い、あの勇気に隠して So why? So why? So why? 気づいていた To learn To learnレオさん、君がくれた夏、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いいですね、はい。今のね、もちろんショートカットバージョンです。全部やりたい方は2番書き出してってください。今1番さーっとやって、ブリッジパートやって、最後のエンディングみたいな感じでやったんですけど、2番がねショートカットされております。ぜひ書き出してやってみてください。テロップとできるよう、テロップと一緒に合わせられて弾けるようになった方は自分で今度ノートに書く、その時の参考になるように私のノートちょっと一緒に見ながら見ていきましょう。はい。まずこれイントロ。このコードがサビと一緒ですね。はい。で、ここから A メロなんですけど、やっぱ歌の乗せ方とか、リズムの取り方が、家入レオさんは、ほんと独特のこのかっこよさだと思うんで、ここを掴み取るように。私いっぱい書いてるでしょ、このラインは音程で、この点はタイミングなんですよ。そういうのはご自分でこう自分でどんどん自分だけが分かるようなメッセージをここに書き込んでおります。まあ、もし参考になればこういうのをね、見ていただければと思います。はい。例えばこの辺、伸ばすとか、メッセージも書いてますけどね。で、ここがサビですね。はい。で、ここが、こっから、ブリッジパートと呼ばれるところなんですけど、はい。ここがちょっと、3ブロックでもう次に、ここの1ブロックがないっていうのが特徴になってます。で、ここ行ったら、ここの、ちょっとおとなしくなって、ここのサビの1フレーズを行って、サビに戻って、またイントロ弾いて終わったっていう感じになっております。曲っていうかコード的にはすごくシンプルです。はい。歌いますとリズム感がちょっと独特のね、面白さがあると思います。じゃあ出てくるコードいきますよ。今日はいいですよ。C と Am と F と D7 と G7。この5つです。コード5つですよ。このしかもこれ入門コードですからね、これ。これはですね、この5つのコードご存知の方多いと思います。一応これをシェアしておきます。はい、これ。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは、ウクレレとものすごく仲のいいコード。8個のグループです。コードっていうのは本当は星の数ほどあるんですけど、ウクレレで音楽始めるときは、このまず、最優先でこのグループを8個覚えてください。今日の出てくるコードはその中の5つですからね。以前その8個のコードをめちゃくちゃ、私が分かりやすく解説している動画ここに貼っておきます。ここでコードの勉強をお勉強してくださいね。頭にスッと入るように分かりやすくなってますんで。はい。まあそこで全部今日のコードは紹介してますので、バッチリですね。じゃあここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョン。まず基本的にね、リズムのことを言っておきましょう。これはですね、はい、こちらトーン。16ビートのチャ。これがいいと思います。こんな感じ。このリズムでいこうと思います。これはですね、16ビートっていうのはなかなかちょっと簡単ではないんですけど、ぜひともいずれこうものにしていただきたいリズムかなと思います。あとそれと途中で、アルペジオをやろうと思います。一回ブリッジパートが終わって一回サビに戻る前のところで、これがアルペジオです。これでこう優しい音色を奏です。はい。なんでこの曲は16ビートのチャットアルペジオ。この弾き方でやろうと思うんですけど、その弾き方の解説、ここで行ってちょっと弾き方の勉強をしてください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャとアルペジオを動画でマスターしましょう。で、ちなみに言っときますと、16ビートのチャっていうのは結構長い道のりでして、最初に8ビートっていうリズムをマスターして、8ビートのチャというリズムをマスターして、16ビートのチャというふうに階段を登るようになっていきますんで、このね、ステップアップが楽しいところですからね、まあ、いきなりはちょっと難しいですけど、ちょっとやってみてください。で、今日の16ビートのチャは、結構このゆったりした、イケイケとかファンキーって感じなくて、ほっこりしたこうゆったりした感じの16ビートのチャというイメージを持っておくと、素晴らしくいいと思う。大きな雲みたいな、夏にある入道雲がこうぷっかり浮かんでるような、そんな軽やかなイメージがいいと思いますね。はい。で、一個決めというか、一回サビやってブリッジパートに行くんですけど、そのブリッジパートに行くときに、ちょっとここ、トゥルーラーブのところなんですけど、これですね。ダーツク、ダーツクツク、ダーツ、ダーツ、ここ書いてあるんですけど、この F と G7 で、F で、ダーツク、ダーツク、
G7 で作ったつかって、ちょっと決めみたいな感じで、ちょっとリズムをね、おかずみたいな感じでやろうと、ちょっとやってみましょうか。次ですよ。わかった。これ、ちょっとした決めですけど、じゃんじゃかじゃんじゃか、つくぱつぱ、F と G7。F、F、つくたつた、つくたつた、このチャが入りますね。チャカパーチャパー。カッティングとちょっと決め。できない方はこう、じゃん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 じゃかじゃかじゃか、だんだんこう盛り上がっていく感じが出ればいいです。はい、この辺ちょっと、なんかね、やっぱ抑揚があった方がいいんで、こう、押すところとこう、なんとなく弾くところとか、いろいろ、そんな方のドラマ性をね、やっぱ曲の中で持たせて、ストーリー性をね、やっぱ表現できればと思います。歌詞の内容とこう、やっぱリンクさせながら、こう、感情表現として音楽があるのは素晴らしいと思います。その辺に注意して、ゆったり気分で、入道雲と青空をこう、泳ぐような感じで、このラブソングを、歌った。素敵じゃないかなと思います。それでは行きましょう。家入りりおさんの君がくれた夏、ガズレレルかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。でん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 。君の描いた未来の中に僕はいない。くれた夏ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。この軽やかなふんわりこうした16ビートの茶で、こう雲の上にこう乗っかりながらのんびりっていう感じでこのラブソングを歌う、そういうイメージでやるとなんかこう気持ちがいいかなと思いました。今日は東京はねすごい青空が見えててすごい晴れててね、夏っていう、ね、空してますんで今日気分よく、歌いました。皆さんもこの外で歌うとまた気持ちいいかもしれないですね。思いっきり歌って音楽楽しんじゃいましょう。はい、ウクレレって楽しいな、音楽楽しいなっていう方、どん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 この楽しさもシェアしてくださいね。もうみんなもやろうよって感じでね、お願いします。あ、チャンネル登録などここ
お願いいたします。ガズレレではね、いろんなことやってます。全国つつうらうらイベント飛び回り、ウクレレもこうクラウドファンディングで皆さんの手にお届けすることをしてたり、本もいろいろ出してます。ちょっとこの後、お知らせ動画ひっつけておきますんで、お時間ある方ぜひご覧になってください。今日は見ていただいてどうもありがとうございました。また音楽やろうね。はい、これからじゃあご案内動画どうぞ。はい、まずはガズレレ .com ホームページございます。すべてここを見ていただくともバッチリなんで、ここにリンク貼っておきますよ。ガズレレ .com はこれブックマークしておいてくださいね。いろいろ、楽しいこと盛りだくさんです。まずはイベント情報。一番新しいイベントはこれです。ドン !8 月4日。これは山梨県甲府昭和イオンモールですよ。はい、島村楽器さんのイベントとしてこれ開催します。これね、ガズレレイベント来たことない方絶対来た方がいいです。なぜかというと、その後の音楽人生がボロッと変わりますからね。もういいことばっかり言いますから。もうあのね、本当、まあでいろんな質問いっぱい聞きたいことあるでしょう。もういろんなリズムのこととかもどんなことも答えるし、まあ基本的にはみんなでワイワイ大声で弾いて歌いまくるっていうのがコンセプトですからね。一人様、お一人様大歓迎、もちろんお仲間も大歓迎。来たらわかる、私がいるから安心してください。大丈夫です、よろしくお願いします。で、その後見てください、この予定ズカ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 、どえらいことになってきました。もうものすごい状態になってますけども、もうね、東北も行くでしょ。はい、で、九州も行くでしょ。まあ、東京も11月11日ガズレレの日やるでしょ。まあどえらいことになります。しかもまだまだ増えますからね、要チェックです。詳しい状況情報はホームページにあの書いてありますからね、もうぜひチェックしてくださいませ。イベント本当楽しみ、もうみんな来てね、一緒にウクレレ持ってきてよ。私のコンサートじゃなくて、皆さんというか我々のコンサートっていうか、そんな感じでねやろうと思ってます。よろしくお願いします。このクラウドファンディングもいよいよもうあと2日ぐらいで終了になりますから、はい、これもホームページに書いてあるんですけど、これはベトナムで作ってる、もう本当に最高品質のウクレレ音、皆さんこの YouTube で聞いてるでしょ。ぜひこの情報もゲットしてください。もう通常販売にも向けてみよう、頑張ってます。よろしくお願いいたします。あと本出してます。はい、これリットルミュージックで出してるこの本がもういいんですよ。もうみんなが弾きたい曲100曲入り、これがもうめちゃくちゃ売れてます。今年の夏はこれもやばいことになってますからね。これでいろんな音楽を楽しんじゃいましょう。そんなことで2019年の夏から秋にもうね、もう本当にもう盛り上がる、ウクレレガズレレ楽しみましょう。皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、チャオ。